なたたちでしたか。巫女からここで肝試し大会が開催されていると教えられたのです。それで気分転換してこいと勧められましたので。そうだったのか。それでエイは肝試し大会を楽しめたのか。いえ、特に変わりありません。私は何も怖くはなかったのですが、むしろ一部の参加者が私の姿を見てビクビクしていたようです。ミコのやつ、まさかわざとエイを送り出して人を脅かそうとしたわけじゃないよな。でもそれじゃあエイは何の体験もできなかったんじゃないか。そうだ、さっきオイラたちが手に入れた団子牛乳をエイに一つあげるぞ。これでお前もこの回の勝者だぜ。これは以前一緒に飲んだことのある飲み物ですね。ではいただきます。実はここに来てから馴染みのある気配を感じているのです。それはもう懐かしいと思えるほどに。馴染みのある気配？下の砂浜へはもう行きましたか？先ほど近くを散策していたところ、砂浜に空き地があるのを見ました。そこには見覚えのある遊び道具が置かれていました。ざっと一通り眺めてみたのですが、どうやら空中に浮かぶ板で弾を撃ち、事前に設置された元素ブロックに命中させる遊びのようです。空き地遊芸という名のようでしたので、空き地跳ね遊びから派生した遊びではないかと推測しました。少し昔のことを思い出しました。空き地跳ね遊び？なんだそれ。羽子板で弾を撃ち、標的に命中させるという昔のお祭りで流行った遊びです。誠も昔、空き地跳ね遊びが好きでした。あの頃は、百鬼がまだいましたし、稲妻の夜も、今よりずっと賑やかなものでした。妖怪たちはよくお祭りを開きました。大勢で集まって、お酒を飲んではしゃいだり、即興で演奏したり。それって、常に堂々と美味しいものをいっぱい食べられるってことか？そうです。妖怪たちは、自らのお祭りを、三千花祭りと名付けていました。誠と一緒に、そのお祭りに参加したことがあるのですが、誠はとても面白がっていました。残念ながら、過去は放映のように去っていきましたが、再び似たような遊びを見られるとは、実に心躍ることですね。面白そうな遊びだな。オイラも遊んでみたいぞ。もし興味があるのでしたら、砂浜のところで試してみてはいかがですか？先ほど私が行った時には、まだ修理中のようでしたが、さほど時間はかからないでしょう。やったー！では、私は先に天守閣に戻ります。巫女から、今回の肝試し大会は3周あると聞きました。最後まで走り通せるといいですね。いえ、あなたたちでしたら、きっと最後まで走り通せるでしょう。そんなの当たり前だぜ。信じていますよ。それにしても砂浜でやってる遊びのことなんかアヤトから聞いてなかったよな。本当にシャブ業が主催しているものなのか。そう考えるとなんだか怖くなってきたぞ。肝試し大会のせいでオイラ今もまだ体がこわばってるんだ。とにかく第1回戦はこれで終わりのはずだ。ひとまず戻ってみようぜ。